今日のテーマ、本質を捉えて行動させる、本質を捉えて行動を加速させる思考法なんですけど、このまあ行動を加速させるっていうのがテーマなんですが、まずですね、こう結果が思うように出ないなっていう時って、大きく分けて2つあると思います。1つはですね、そもそも、行動ができてないっていうことですね。それはやっぱり行動しないことには、現実変わらないので、行動ができていないとやっぱり結果には結びつかない。ここもまたもうちょっと掘り下げられるんですけど、一旦ここでストップしておきます。で、もう一つは行動してるんだけど、その行動が課題解決に合ってないっていう時ですね。一生懸命いろいろやってるんだけど、課題に対しての解決策っていうところがこうピンってこう手をつないでない。なのでなんかやってるんだけど、ここの課題が解決しないっていう、こう噛み合ってない感じがずっと続くっていう。で、ここでなんか頑張ってるのに、なんか結果が出ないなって、やってるんだけどっていう時には、ここの要因が多いんじゃないかなというふうに思います。で、課題っていうのはですね、課題の中でもランクっていうんですかね、があると思っていて、表面的な課題と、その奥に、それをこうちょっと、まとめたところにある課題と、なんか真のね、この課題みたいな感じで、こう、課題さんにもランキングがあるんですよね。で、それを、見誤って、根っこであるランキング1位の課題じゃなくて、ランキング15位ぐらいの課題とかに対処したりとかしてると、やっぱり結果には結びつきにくいんですよ。なので、課題3ランキングっていうのをつけるみたいな感じでやるために、この思考法を使っていってもらうといいかなと思います。なんで今課題3ランキングって言いましたけど、この課題の根っこですね、ランキング1位のものが何なのかっていうのを特定するっていうのがポイントです。で、そのポイントになるのをこれから話していきたいなというふうに思います。で、この、まずですね、この思考法のお話をしていくときに大事になってくるのが、まず、ロジカルシンキングっていうことです。で、これ、多分聞いたことないって方はいないんじゃないかなと思うんですけど、ロジカルシンキングしてるよっていう方、どんな感じですか？どうですかね？ロジカルシンキングっていうのは結構まあビジネスの世界でも、ね、いろいろ大事だよって言われたりするので、知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあロジカルですね。論理的に考えるっていうことで、論理的に因果関係を明らかにしていくっていう感じなんですね。原因と、まあ、結果っていうもの、それに対しての因果関係を明らかにしていくっていうのがロジカルシンキングです。うん。してますよね。で、これはですね、割と、大事だよって言われてたりとかして、あるんですけど、ロジカルシンキングってこの因果関係の最初の設定を誤ると、その何でしょうね、なんでっていう感じで、原因を特定していく感じで掘り下げていくんですけど、そもそもの課題設定っていうのが間違ったりしてると、なんか違う方向に掘り下げていっちゃうっていうことがあるんですよ。で、その時に大事なのが、このクリティカルシンキングっていうものになります。クリティカルシンキングって聞いたことありますか？さっき出てたのは、はい、こちらはロジカルシンキングの方かな、きっとコメントくださってるのは。知らなかったです。そうなんですよ。クリティカルシンキングっていうのは、どうだろう、意外と知らない方も多いんじゃないかなって私は思うんですけど、このクリティカルシンキングっていうのはですね、クリティカルなので、私あんまりそんなに英語得意じゃないんですけど、英語で言うと、批判的っていうことですよね。このクリティカルシンキングっていうのは、直訳すると批判的に物事を見るっていうことなんですけど、どういうことかっていうと、この前提とか思考の偏りっていうものを疑って物事を多面的に捉えるための思考法です。なので、
ロジカルシンキングだと、この前提を疑うとか思考の偏りを疑うっていう視点が、ちょっと漏れちゃうんですよね。でそこをクリティカルシンキングっていうのは、クリティカルに物事を見るっていうことで、本当にそうだっけとか、他にはないかなみたいな感じとかっていうので、ある種こう批判的に疑いを持って、その前提だったり思考の偏りを見ていくことで、自分の盲点に気づけるっていう感じですね。思考前提とか思考の偏りを疑って多面的に見るっていうのが、なんかですね、自分の盲点に気づける感じですごい好きなんですよね。でここをやると本当にビジネスだけじゃなくて、自分の気持ちの理解も本当に深まりますし、人の気持ちの理解っていうものもすごい深まるんですよ。だいたいコミュニケーションとかのミスリードって、この前提だったり思考こうでしょみたいな思い込みだったりとか、なんか思考もこうあるべきだみたいな思い込みがあったりとかして、コミュニケーションってね、ミスコミュニケーションが起きると思うんですけど、それに対して本当にそうっていうふうに思っていくことで、前提が崩れるんですね。でそうするともっとこういうこともあるんじゃないっていう、新しいこう視界がパッて開けるっていう感じ、それがですね、なんか私の中ではすごい快感なんですよ。これはね、職業病かもしれないんですけど、それがすごく気持ちが良くてですね、そうすると本当に一個の何でしょうね、物事を見るときに平面的に見てたものが球体を見る感覚になってくるんですね。この球体になって、平面だともうこの一方からしか見ないって感じですけど、球体になるとこっちから見たりとか、こっちから見たりとか、いろんな角度から見ますよね。でそうすると物事の見え方が違うくなるんですよ。でこれが本当にブランディングをする上でも、どこにスポットライトを当てるとその人が輝くか、その商品やサービスが輝くかっていうことだったり、さっきのですね、行動ですね、今回のテーマである行動を加速させるっていうところでも、どこにピックアップして今やるべきなのかっていうことが決まると、そこが間違いなく見つかるとグッと動けたりしますし、そういう感じでこのですね、やっぱりこの多面的に見るっていうのが結構ですね、なんかもう私は人生における鍵だと思ってるんですよね。それでですね、今日はじゃあこの、前提とか思考の偏りをどうやって疑って多面的に見てようにしていたいかっていう、質問のところを持ってきましたので、それを紹介したいなというふうに思います。よいしょ。これですね、本当に自分に対しての問いを立てるっていうのがすごく思考を深めるっていうところで大事なんですよね。でこの問いを立てる力を鍛えるっていうことをすると、すごくその多面的に物事を捉えるっていうのが深まります。でこれがよくあるのでいくと、例えばそのコーチとかコンサルとか、そういう人から問いをもらうっていうのもそうですよね。人から問いをもらうっていうところで気づくっていうのが、そういうのの醍醐味だと思うんですけど、それももちろんすごく大事、第三者からのっていうことで自分の盲点に気づけるっていうところがあるので、だけどそこだけに頼らず、自分に対してもちょっと自分を第三者的に見て、自分に対して問いを立てていくっていうことをやると、どん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 気づいてない穴だったりとかチャンスっていうのが見えてくるんですよね。でその時に、出す質問、自分に対してかける質問っていうのがこんな感じです。これがですね、過去と未来と深めるみたいな感じで思ってもらうといいんですけど、例えば何かやろうとかこうしたいとか何か思ってるものがあったとします。その時に本当にその方法がベストなのかなとか、本当にそうだっけっていう、そこがこれはクリティカルですよね。一番分かりやすい、本当にそうって疑ってみるっていうことをやることで、もしかしたら違う何かこっちもあるかもっていう、新しく見えてくるものがあるっていうのが一つ。それから、何かやろうとした時とかに、やっぱり目的と手段っていうものが、だんだんぐちゃぐちゃになってくる時とかがあるんですね。
だんだん手段が目的になっちゃうみたいな気があるんですけど、それも原点に帰るっていうことで、あれそもそもこれって何のためにやるんだっけっていうようなことっていうので、原点に帰るそもそもっていう質問を投げかけてみる。あとはロジカルシンキングでよく言われるのはこのなんでっていう深める思考の方ですね。因果関係なので、それをどん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 深めていくっていうことです。で、そこももちろんやっぱり大事です。よく昔からね、トヨタはホワイを5回繰り返すみたいなことを言われてましたけど、でなんでなんでなんでって5回ぐらい繰り返した先の根っこにあるのが、まあ、本当の課題だっていうようなことも言われてますので、そういうやり方もすごく有効だと思います。で、あとは次にですね、じゃあ、それで、例えばこうしようみたいになった時に、じゃあそれでもっと、じゃあ具体的にはどうやってやっていくんだっけっていうことだったり、具体的な戦略を立てる時にも、それだけじゃなくて他にも方法ってないかなみたいな形で、次のですね、違うものを見つけるっていう、思考をするための質問を投げるっていうことをやると、わーっと結構ですね、これも5つの方向なだけで、その平面に見てたものがわーって広がる感じしませんか？で、これって会社とかでですね、新しい商品を出したりとか、なんかこういうの今度やりたいんですみたいなのを、こう会社の会議でプレゼンテーションをするときとかも、このだいたい5つの方向からの質問を事前に備えておくと、だいたいなんかわ、この質問来て答えられないみたいなことがなくなるんですよ。で、例えばですね、私がこの商品を、来年の春に発売したいと思ってますみたいなのを会議で言うとするじゃないですか。ただその時に、本当にその方法がいいの？本当にその商品がいいの？みたいな話が出たりするんですよね。で、そういう戻るのと。あと、なんでそもそもさ、この商品発売して何やりたいんだっけ？何買いたいんだっけ？みたいな原点に変える質問に対しても答えられます。で、その商品を出したいですって時に、なんでこれが今必要なのっていう、そのこれを今やる理由みたいなことだったにもそこで語れると思います。それから、じゃあ分かったと。その商品ね、なんかそのやっていくことは分かった。で、具体的にどういう方法で販売していくのっていう、より具体的に進める質問。で、例えばじゃあこういう戦略でやっていきますって話をしたら、うんうん。で、他には方法ないの？それだけ？みたいな感じで言われたりするっていうこともあると思うんですね。そういう感じで、ぐわっと5つの質問を自分に関して問いかけていくと、結構ですね、わあ、そんな覚悟から質問来た、それ考えてなかった、みたいなことが、免れるんですよね。で、そういうのを会議とかっていう場がなかったとしてもですね、自分で、自分に問いかけていくってやると、僕、盲点に気づけていくと思います。これもね、この思考を疑って多面的に見るってやりましたけど、これをですね、やるときに、やって深めていくときに大事なのが、いいのが、このロジックツリーっていうものです。ロジックツリー、ちょっと待ってくださいね。こんな感じです。今日はですね、参考に作ってみました。まあ、クリティカルシンキングをして作っていくときの、まあ、ロジックツリーっていうものでいいと思うんですけど、例えばですね、今なんかずっとこう、例えばビジネスされてる方が、最近なんか新規のお客様が減ってきてるなっていうときとかって焦るじゃないですか。あ、お客さん減ってる、売り上げが立たない、どうしようどうしよう、発信みたいな、発信もっと増やさなきゃみたいな、なんかそのブログ書かなきゃみたいな感じでポンって、具体的ななんか手段に飛びついちゃったりするんですけど、その前に、じゃあ新規の集客が減ってるってどこからのお客さんが例えば減ってるのかなっていうのを分解してみましょうっていう感じですね。例えば、広告からのお客さん減ってますとか、口コミ減ってますとか、ブログとか SNS から減ってますだったりやった時に、例えば広告からの流入が減ってますってなったら、なんで広告から減ってるんだろうっていうのをまたもう一個分解していくって感じですね。そうすると、例えばですね、上に書いてるインプレッションは変わらないのにクリック率下がってるっていうことでいくと、インプレッションっていうのはですね、広告が表示される回数ですね。から表示される広告を見てもらってる回数は変わらないのに、そこから続きを読むっていう感じでクリックするのが下がってる。例えばですね。ってすると、じゃあそれは、広告の訴求文が悪いのかな、もしかしたら画像が悪いのかなとか、表示させる人
数は変わらないけど質が悪くなってるかも、表示させる人が見直した方がいいのかなっていう感じで、ターゲティングの見直しとかこういうものが出てきたりするんですよね。でもう一つはですね、広告からっていう時に、例えばそのもう一つですね、コンバージョン率が下がってる。コンバージョンって何かっていうと、やってほしいアクションを してくれる人が減ってるっていうことです。例えば広告を出してメルマガに登録してもらいたいっていう時に、今までだったら、5人に2人が登録してくれてたのに、5人に1人になってるとか、そういう状況だったとします。そうしたら、来てくれてるのにクリックしてくれないっていうことだから、じゃあランディングページのヘッダーを見直したらいいかなとか、文章全体が悪いのかな、ライティングを見直した方がいいのかなとか、そもそもクリックするっていうのが悪いんだったら登録ボタンもっと分かりやすくしてあげたらいいんじゃないのかなとか、いろんな方法が出てくるんですよね。でそれを仮説でバーッと出した上で、おそらくこの今回はこのターゲティングの見直しなんじゃないかなみたいな仮説を立てて、それに対して具体的なアクションにつなげていくっていうことをやる。こういうふうに分解した上でいろんな仮説があるんだけど、ここだよねっていうのを、まだこの時点では仮説ですよ、やると、すごくシンプルになりますよね、行動が。でそういうふうに分解してると、例えばですね、仮説としてターゲティングの見直しが問題に課題があるんじゃないか、一番のって思ってやったんだけど、結果がこの新規集客が減ってるとか広告からの流入減ってるって、ここが改善しなかったってなったら、あ、ここじゃなかったんだね、一番の特定原因は。そしたらこっちの広告の訴求テキストを見直すっていう方かなみたいな感じで、やってることに対しての打ち手が、合ってたのか合ってなかったのかみたいな検証もできるんですね。でそういうふうに、さっきの問いを立てて考えたものをちょっとこうグループに分けていって、論理的に整理していくっていうのがロジックツリーっていうものになります。これをやるときにすごく大事なのはですね、ここに書いてます、細分化していくっていうことなんですけど、これですね、読めますか、ミーシーかって書いてるんですよ。ミーシーって知ってますか。ミーシーっていうのはですね、このカッコに書いてるんですけど、漏れなくダブりなくっていうことの意味なんです。でこのミーシーっていうのはですね、英語の頭文字なんですけど、私はそれは忘れました。ミーシーかっていう言葉はなんかちょっとなんかかっこよくないですか、それミーシーかみたいななので好きなんですけど、要はですね、これをこのツリーとかにもこう出していくときに、まずですね、漏れがあるっていう状況だと確実にそのこれこのボタンを押そうっていうものが、例えばですよ、こう出していたときに、じゃあターゲティングの見直したみたいな感じで言うけれども、いや実はもっとここにも4つ目ありましたとか、いやそもそも広告からじゃなくって、こっちのブログからの流入っていうところに、一番の原因がありましたみたいな感じで、見つかってなかったところですね、そういうところの、漏れがあるとですね、しっかりとこう一番のこう押しボタンを押せないっていうのがあるんですよ。であとはダブリがなくっていうことですね。でこれが、例えばですね、ここに分けて書いてることは違う内容っていうことですね。それが、かぶってることだと、こう細分化、論理的に細分化するっていうことができてない状況なので、適切に細分化ができない。なのでこのグルーピングしていくときにそういうのが大事です。でこれはですね、本当に講座を作るときとかもそうなんですけど、わーってなんかこう教えることとかがあった時にグルーピングですね、そういう時とかにもどういうグループとしてまとめてあげるかっていうところが、大事ですし、まとめた中に、教えることとして漏れがあるとダメですよね。なのでそこに漏れがないかっていうことと、グルーピングした時とかにそのグループがなんかこうダブってないかっていうことですね、意味が。そういうことをやっていくと、すごくこう整理整頓されたすごくいい内容になっていくと思います。
本質を捉えて行動を加速させるってことでしたけど、このやっぱ行動を加速させる時もそうですし、さっき言ったなんか商品設計をする時とかにもそうですし、お客様ですね、ターゲットの気持ちを捉えるっていう、私のナチュラルブランディングの中ではインサイトを捉えるっていうこととかを言ってますけど、そういう本音ですね、お客さんの本当の本当の奥にあるこう鍵となる気持ちっていうものを捉えるっていう時にも、こうやって分類したりしていくとここだっていうものが見えてきたりするんですよね。そんな感じで、本当に、行動するっていう戦略立てるっていうことだけじゃなくて、その前の手前の段階だったりありらゆるところで活用できます。自分自身の気持ちを的確に捉えるっていう時もそうですし、人間関係ですよね。例えば家族関係とかでうまくいかないとか、家事でなんかアップアップしてるっていう時にも、何にアップアップしてるんだろうみたいな時に、まあ、その家事のやり方で分けるみたいな感じとかでもいいと思いますし、なんか夫がやってくれないとか、なんかそもそものやることが多すぎるみたいなこととかあった時に、じゃあやること多すぎるんだったら、効率化っていう、やる、なんか自分でやるんだけど効率化するっていうやり方もあるし、もう自分でやらなくて人に頼るっていう選択もあるしみたいな感じで、分けて考えられるんですよね。でそうやると、よし、じゃあ私はこの方法を選ぶっていうのが決めやすくなるっていうのがあります。なので本当に何にでも使えます。なのでなんかこう効率化とか、そういう話だけじゃなくて、あとまあ容量がいいとかって言われる人も、結構この本質を捉えるっていうのがうまいということがあるんじゃないかなと思います。なのでそこをしっかりと深めていって、実際に行動に移すっていうことをやるっていうのをぜひぜひ意識してやってみてください。